行きたい高校に推薦で受かった、サッカー推薦で、俺はもうこれで受験しなくて済むと。先生に呼ばれて、うん、お前ちょっと頭悪すぎて向こうから NG が出たと。で当時その学校にスポーツ科がなくて、もう泣く泣くそのもうめちゃめちゃ地元のヤンキー校に行くしかなかったんです。でこれがもうどれだけヤンキーかっていうと、僕がサッカー部入ったんですけど、ボッコボコになったバットを僕に落としてきたんですよ。でピーって始まるじゃないですか試合、ほんで乱闘始まるんですよ。で乱闘始まったと思ったら数人の先輩が俺とかしてくるんですよ。あれかバットはそうやっちゃうって落とさなきゃいけないっていうぐらいヤンキー高校。